さんに天井のアップを進みまして、で骨まで溶けて柔らかい、その船寿司と言われる食べ物が出来上がる。でご飯も、チーズのようなドロドロ の、 独特の食感のものになります。魚もうまいですし、そのご飯の部分もうまい。これを船寿司と言います。ですからさっき彼女が言ったように味はどうか微妙。本当はね、あれもう食いたくないと思ってたの、慣れないとなかなか美味しくないんですから、慣れるとすごく美味しいんですよ。まあ、加工食品ってそういうもんですね、癖があるんですけど、まあ、そういうふうな、こういう格好のものとして、日本の古い時代のお寿司っていうのは食べられていたんだろうというふうに想像されています。で、まあ、どんなものだったのか、まあ、これ今の船寿司ですから、昔の船寿司についてはよく分かりませんが、どんなものだったのかということについては、その船寿司の下のスライドに、こういう面白い文章が富士屋物語式の物語の中にありますので、まあ一つこれを紹介しておきます。人を酒に酔いたる悲惨の商業を見し話っていうわけですけれども、これ、まあいろんな解釈ができるんでしょうけど、あそこに歴史の先生がいるからいい加減なこと言うと後で嘘って言ったって叱られるかもしれないので、まああんまり詳しくは言いませんが、これ実は何かというと、これおそらく平安時代ぐらいの話だと思います。京都の辻、この町かぶせですね、そのあるものを売ってる女の人がいたわけですよね。それは寿司あゆというものである。まあ、どんなものかはここには説明はないんですけれども、どうもこの説明を読んでいると、その、寿司あゆを売ってる女の人はですね、どうも酔っ払ってたらしいんです。で酔っ払ってて、その、二日酔いかなんか知らないけど、酔っ払ってて体調が悪くなってこう吐いちゃった。それをその寄せばいいのに、自分が売ってるその商品のその寿司屋ぐらいに入ってしまったんです。これは大変だ。普通だったら売り物にはならないわけだけれども、彼女はそのなんかズルって言うんですよ。手で持ってぐちぐちってこう船で分かんなくしちゃった。で、また知らん顔をして、それを売り続けたというか、そういうお話です。考えてみたら、なんで汚い話なんだと思いますけども、まあ、ここで私が何を読んでもらいたいかというと、おそらく寿司あゆと言われる食べ物は、そういうことをしても分からなかったような食べ物だったのではないかというふうに読むことができる。さては、当時の、船寿司、まあ、これ船寿司ではありませんけれども、その寿司と言われる食べ物の、非常に古い時代の形態がそのようなものであったらしいということが、まあ、そういうことから分かる。ですから私たちはそのまず文献から、こういうふうに混ぜる物語という文献に残された記録を読み解くと、まあどうもこういうものだったのかなというふうな想像もできる。あるいは現在作られている船寿司を、まあ、自然科学的に分析をしてみると、まあ、そこには乳酸菌が介在しているのか、それならば、実際に、その乳酸菌の働きによってどういう変化をしているのかということも分かる。というわけで、寿司というものを歴史的にずっと理解していこうと思ったら、まあ、文書も読んでもらわないと困るし、それからそういう自然学的な化学的な反応についても理解してもらえないと、理解してもらえるともっといろんなことが分かるな、まあこういうことになるわけですね。うん、分かった、合点、ここは笑うところだし、はい、どうもありがとう。はい、でその後お寿司がどうなっていったかです。まあ、今日は詳しいお話は全部できませんが、その お寿司の系統というのはいろんなお寿司があります。そうですね、私たちは関西に住んでいますので、こういう箱寿司といわれるようなその大阪や関西地方でよく通われるこういうお寿司もよく目にすると思います。これは東京にはなかなかこんなに新幹線で2時間半で行ったり来たりできるような時代になっても、東京にはですね、この箱寿司っていうのはなかなかないんですよね。それだけ地域性っていうのが残ってる。私たちは和食というのは一口で言いますけれども、東京の和食と関西の和食は随分違います。私東京で3年住んでたんですけど、東京で和食を食ってみると、あんたたちの考えてる和食ってのはこういうものかみたいなのが和食なんですね。そば、寿司、うなぎ、なんとかってね、もう一品で出てくる、ファーストフードです。
で関西で出てくるともっとはんなりするわけですね。それでさっきの説明でもあるんですけど、排斥とか精進とか、精進もあるので、上田先生はお話になりますけど、そういうふうなあのコース料理として発展したものが多いし、これ本当にあの一口では、一口で日本というのはこんなに違うんだということ、まあ、この辺もあの君たちにはぜひ勉強してもらいたいというふうに思います。まあ、和食の多様性といいますか、和食の地理的変異、そういうものも勉強したいなと思います。関西には鯖寿司というのがあります。これは皆さんご存知ですね。それから大阪の人いる？はい、いらっしゃる。大阪にはバッテラってのがありますね。バッテラ、あるよね、バッテラ。バッテラと鯖寿司どう違うんでしょうか？これは難しい、わかんないと思います。専門家に聞いてみると言ってバラバラです。はい、バラバラなんで、別にあの私この研究をしろと言ったようではありませんけども、まあまあこんなに狭い大阪と京都でもその名前や作り方が違うんだなということが分かる、まあ、ちょっとしたエピソードです。はい、それでは江戸時代まで行きます。江戸時代まで参りますと、もう文献もたくさんありますし、それからあの絵図というんでしょうかね、あの綺麗な絵がいっぱい残っているんですね。で、まあ、これもあのその絵の中の一つですけれども、上田先生、これ何て文献でしたっけ？何だったっていうんですかね、これ何だ、唐と名所、高輪の26何とか何とかと書いてあるんですけどね、風俗画の一つ、そうです、はい、でこれはあの絵の一部なんですが、絵の全体を見ますと上の方に、これ高輪ですから上の方に品川の湾が見えてます。でそこにあの、保線を張った船がいっぱい並んでいますので、多分1850年代以降の絵だと思います。でこの絵を描いた歌川博重さんでしたら1860何年に死んでますので、この絵が描かれたのは1850年以降、1860何年以前だというのがそれで分かるんですが、この中に寿司が出てくるんですね。こういうふうな屋台の寿司が出てきて、そして箱の中に入った握り寿司が並んでいます。あ、ですから18世紀のこの頃に、19世紀のこの頃になると、もう今の我々の時代と変わらない握り寿司があったんだなということが分かります。で、さらにですね、東京の街を歩いていますと、私こんなもの見つけたんですよ。さっきの絵と同じでしょ、これ。ね、どうです？絵に出てくるのと、もう本当に同じじゃないですか。で、どうもこれ聞いてみると、相当昔に使われていた屋台の車をこのビルの中にはめ込んだらしい。ですからこういう形で、あのこの昔の寿司屋の、まあ、姿がですね、今の東京に残ってるわけです。こういうのってね、江戸の街をね、歩いてみないとわかんない。だからあのフィールドワークをしてください。どうぞ外に出てください。そこなんですけれども、まあ、そういうこともあのぜひ皆さんと一緒にやってみたいと思っているんですが、まあ、ともあれ、江戸時代の後半、19世紀の半ばになると、今の私たちが持ってあの知っているのと同じような握り寿司があったということは、まあ、これからわかるんですね。まあ、それがあの現代の寿司になっていくわけですが、まあ、さっきの、宗田先生の話にもありました、今寿司はもう世界中にあの広まっています。私もあの仕事でもってあの各国を歩くんですが、この10年ほどの間に寿司屋の数ってのは本当に増えた。左上はどこだったケルン、右上がバンコク、これ飛行場の中です。飛行場のですね、あのコンコースの中で寿司屋があるんですよ。それからあの左下はパリ、この寿司は日本の寿司と寸分違わなかった。どうしてだって聞いてみたら、職人も日本人、ネタの社員もみんな日本から空輸してる、まあ、それは日本と同じになるわなと思いますが、まあ、こういうふうな寿司屋が、しかしそうかと思うと、あの右下、これイタリアのローマ の, あのコンビニじゃないの、あのスーパーで見た寿司ですけども、これがね、これを寿司と呼んでいいんだろうかというような、そういうあの寿司まで出てきていて、もう少なくとも世界に広がっている寿司っていうのは、こんなふうな形で、もう本当に多様になってしまっているということが分かります。アメリカに参りますと、これカリフォルニアロールといって、まあ、こういう寿司が出てくるんですね。
緑色をしているもの何だか分かります？何でしょう、この緑。この緑はね、これはわさびですよ。この緑何ですか？大量にあります。そう、アボカド。アボカドを巻くんですよ。でこれ穴子巻きだって言ってるんだけど、ご飯よりアボカドの方が多いんです。これ寿司、寿司だと思う人手挙げてみてくれる？そんな違うっていう人、どっちなんですか？反応から見ると違うっていう人の方が多いですけども、しかしそうなんです。皆さんの目から見ると、国たちの目から見ると、これ本当に寿司かと思うようなものが、海外に行きますと寿司という形でもう進化をしてしまって、全然違うものが流通しているんですね。だから食文化というのはそういうものです。日々進化をしてます。日々もどんどん変わっていきますけれども、まあ、お寿司もこういう格好で進化をしていってしまう、まあ、これをどういうふうに捉えるか、皆さん外国に行った時にですね、これを寿司だと思うか寿司だと思わないか、正解はないんです。どっちでもいいんです。どっちでもいいんだけども、自分の今まで勉強した寿司の歴史や何らかの知識から考えると、これはこうこうこういうふうな経緯でもってこうなっているものであるから、自分は寿司だと思うとか思わないとか、そういうはっきりとした、その自分の意思の表明が必要。それをやってもらおうと思うと、その歴史も知っててもらわなきゃならない、世界中にどんなものがあるかも知っててもらわなきゃならないということになるので、まあ、ぜひ若い間にどんなものを勉強してくださいね、まあ、こういう話になるわけですね。はい、最後のお話になります。まあ、そういう趣旨を認めるか認めないかということですが、皆さんにはもう一つこういうことを考えていただきたいと思います。ここに2つの握り寿司があります。左は静岡県の静岡市のお寿司屋さんのお寿司、右側はアメリカのサンフランシスコのバークレーという町のお寿司です。重さはどちらも 40g です。ネタは 20g、ご飯も 20g、値段もほぼ一緒。ところがですね、このお寿司をお寿司としてお寿司屋さんの職人が握るまでの間に食材が何キロメートル運ばれたか、つまり我々はそのお寿司を食べるのにどれぐらいのエネルギーを使ったのかって調べてみると、なんと12倍違うんです。日本で作られているお寿司はご飯の国産です。お魚も日本の近海で取られたものが多い。なので取ってきて運んでその調理するまでに使ったエネルギーが小さくです。しかしアメリカで食べたこのお寿司は、ご飯は 100キロとしか運ばれていませんが、マグロは9000キロ飛行機で運ばれている。だからこういうふうな食生活を続けていると、いくらその和食がヘルシーであってもですね、これは地球環境を考えると決してヘルシーでないのではないか。こういうことも君たちには合わせて考えてもらいたいですね。でそういうことも卒業して社会人になった時には発信できるような、そういう確固たる知識、まあ、さっき の船川センター長のお話の中で教養という言葉がその確固たる知識とそれを支える広い教養をぜひ身につけていただきたい。今私たちとしてはそれを全面的に手伝いをしますし、そのためのいろいろな科目であるとか、特にフィールドワークですね、一学年30人ですから、30人の学生さんを、まあ、と一緒に私たちは、まあ、あちこちを歩き回りたいというふうに思っていますので、まあ、なんとですね、機会があればまた来年ここでここにかかりましょうと申し上げて、私の授業はこれで大体私大学でしてる授業というのはこういう話です。理科ですとか数学ですとか日本史ですとか、まあ、そういう枠はもう一切ありませんので、聞いてる人は最初のうちは戸惑うかもしれませんけれども、まあ、それに慣れていろんなものを吸収していただきたいと思っております。